かすみんとみやこのことはいいから、エンマ先輩の写真見て、お花畑が見えるから。確かに、これは世界が違う感じだね。絵本の世界ずら。そういえば、ずら丸の家のお寺で子供たちに読み聞かせした時の絵本にこんなお姫様がいたわね。それそれ、そんな感じ。動物が寄ってきそう。音の木坂で飼ってるアルパカも寄ってきそうね。みんな、嬉しいけど、さすがに恥ずかしすぎるよ。それより、私がお洋服を選んだかすみちゃんの写真を見て。とってもとっても可愛いんだよ。ひゃーん、エンマ先輩。こういうところ、鬱陶しくない？鬱陶しくない。まあ、写真見せてもらおうよ。じゃーん、みんなのアイドル、かすみんだよ。今日は特別に可愛い姿をお披露目。えへ、なんちゃって。写真に声をつけてみました。どうどう。エマ先輩がかすみんのために選んでくれたお洋服、最高でしょ。それを着たかすみんも最高に可愛いでしょ。面白みがないわね。どうよ。意外性がないよね。ちょっとみんな、どうして？コスメに対して厳しいよ。可愛いでしょ。すごく可愛いと思うけど、意外性が足りないのかな。カスミンはエマ先輩が選んでくれたお洋服すっごく好きです。カスミンの可愛さがパワーアップしてますから。そうズラ、そういう見方だと100点満点ズラね。まあ確かに面白みを競ってるわけじゃないし。そうだよ、エマ先輩がカスミンのために選んでくれた服を着たカスミンが可愛くないわけないもん。ありがとうカスミちゃん。よしよし。